はい、どうも皆さんこんにちは、リュータンです。本日はですね、本日発売の、プラレーで小田急ロマンスカー VSE ロマンスカー小田急ロマンスカー VSE の、引退ラッピングを買いに行きたいと思います。ですね、ヨドバシカメラ埼玉新都心店です。今から行きます。ということで開封していきましょう。初めてですからね、新品のプラレール。ここか。開けないね。助けて。よし。はい、よし。ここにプラレール。小田急ロマンスカー VSE、5万型、ありがとう VSE 仕様と書いております、ちょっと見えにくいんですけど、で早速取り出していきましょう。プラレッシャーカードはこちらです。小田急ロマンスカー BSE5000 5万型、ありがとう BSE 賞で説明が書いてあります。かっこいいですね。で、あと説明書が書いてあります。で、今回のお土産の BSE です。いやー、復活してくれたら嬉しいですね。こちらの、ハサミで切っていきましょう。この、どうなってんだろう。これこれが開けて、いよいよさ
あ出てこい。おお。VSE ですよ皆さん。 VSE かっこいいね。今ロマンスカー VSE が揃いました。インタイラッピングいいですね。あ、外した。はい、では1両目から見ていきましょう。1両目、ここにの戦闘車に、引退のロゴが貼ってあります。ちょっと見えにくいですね。チカチカチカする。これで見るかな。見えすぎた。私はよく青いモーターとか使ってたらしいんですけど、新メーカーでさ、すごいじゃね。おー、いいね。じゃあ、これで。はい、いただきます。で、裏も同じです。後車は、戦闘車と、同様に、BSE のやつがここに書いてあります。BSE は、両方にはロマンスカー BSE。BSE ね、撮ってみたかったです。乗ってみたかったですよね。後ろ、ユカイさんも買って、多分もうすぐっていうか、まあ、紹介動画出すんで、そちらも見せてじゃねえや、見てあげてください。ということで、今回は終わりに、しませんね。まだ紹介するやつがあります。こういうとこよいしょ。続いては、こちらです。中古です。中古の EH800 の電気機関車で、こっちはもう開封済みですね。でも開けたらすぐ出てきます。出てこない。で、はい、1両ずつ見ていきましょう。で、戦闘車は、EH800 の、1号機ですね。1号機、ここに、アンテナがついてる、ね。で、シングルアームです。で、その他あんまり、ね、電気の位置とか、車番とか以外はもうほとんどは EH800 なんですよ。EH800 じゃないんですよ。EH500 なんですよ。うん、はい。で、新メーカーですね。電池、持ってくのめんどくさいんで。そこ一応、あとなんかここはロングタイプなんですよ。連結器。なんか知らないけど。こっちもロングタイプなんですよ。でも、はい。2両目も同じです。はい。変わりますね。で、3両目、コンテナですね。コンテナ車。コンテナ車。
これあの青い貨物のコンテナです。で、あの比較用としてこちらにあの EH500 を持ってきまして、ちょっと比較してみましょう。まずライトの位置が違いますね。先頭部はあのライトの位置と車番以外あんま変わんないですね。で、横から見たら、ここのね、あのクーラーじゃねえや。なんて言うんだ。まあ、あの、ボコボコしてるところがなくなってますね。あと GRF の、文字の位置が変わってます。ここにね、あの、JR のやつは変わってますね。で、屋根は、でこっちはシングルアームで、こっちはダブルアームです。あと、このなんか線みたいなやつの位置も変わってますね。あと、まあ、ここのアンテナもなくなってます。あ、なくなってますじゃないのか。こっちについたの。ですね。B51 の498号機、サウンドスチームです。サウンドスチームので、まあ、鳴りますね。ちゃんとちゃんと出てくるということで、めっちゃいいやつです。で、ちゃんと動きます。はい、ということで今回は、こんな動画でしたが、いかがでしょうか。もしよかったら、高評価と、チャンネル登録をよろしくお願いします。映んないな。よいしょ、よし、これでいいかな。サムネは決まりだ。よし、ということで皆さん、さよなら。